ローソンチケット。ローソンチケットではアーティストやスポーツチームなどの公式ファンクラブの入会も受付中。ローチケ .com かロッピーで簡単申し込み、詳しくはローチケ FC で検索。忍者の末裔忍者マンジャパンがお届けする月刊忍者マンジャパン第8回スタートです。さあ、はい、というわけで楽しい忍者マンジャパンですけれども、はい、今日はですね、僕ちょっとテンション高いですよ。なんでやばいっす、今日は。どうしたの？ちょっとね、鼻血が出るんじゃないかっていう。鼻血、まあそれはおいおいです。レッドだけにね。まあそれどうでもいいかな。さあ、というわけで今回はね、なんとね、8回目、はい、忍者マンジャパン、もう8ヶ月ですよ。早いね。気がつけば早いもんですよ。今年ももうすぐ終わりですよ。それね、そうそう、もうね、12月ですからね。師走でしょ。師走、ジュン、お掃除しないと。そうですね、うん、人間関係も。お、何、うまいこと言っ複雑ややこしい言い方や。そうだよ、もう師走ですから、もうね、忍者マンジャパン2014年もね、突っ走ってきましたけれども、はい、ね、残すところもあとライブ1個ですか。うん、ね、うん、寂しいですね。うん、日付は変わってるんですかね。まあ、大晦日でね。あれ、今ちょっと時間止まりました。なんかすげえ普通。時間取った割にはあれ、自己紹介はとりあえず、ね、自己紹介しておきますか。ね、僕らのこと初めて見た人もね、はい、いらっしゃると思います。はい、ボーカルのサイノです。よろしくどうぞ。はい、ギターのリタです。よろしくお願いします。はい、ギターの大志です。よろしくお願いします。ドラムのデューです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ほら、パチ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 ってきてるよ。あ、サイノ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 ってきてる。サイノ、サイノ、サイノ、はい。こちらですね、はい、まあ、ね、ニコ生ということなのでですね、はい、こちらね、コメント欄にね、ガンガンね、投稿方、投稿の方をよろしくお願いします。はい、あ、もう早くも、イクオさんって来てるよ。ほんとだ、ほんとだ、ヨシさん、バレてる。まあね、ゲストさん、今回ですね、もう告知してますって。スペシャルゲストさんね、来てますからね。はい、まあですね、僕たち、はい、忍者マンジャパンね、まあね、なんぞやってね、思われる方も多いと思うんですけれどもですね、うん、僕たちですね、まあ、見るからに忍者なんですけれども、見るからに、見るからに、もうね、忍びすぎてね、存在感ないっていうね。そうですか。だから、だからちょっとでも目立とう。あ、そうそうそう、はい、ちょっとキラキラして、僕たちですね、忍者マンジャパンというね、ロックバンドです。はい、うん、でですね、リーダーのね、吉田メタルというね、人間がおりまして、うん、はい、ね、役者なんですけれども、はい、僕たちのですね、忍者マンジャパンとはアクションがあって、アクションですよ、うん、で、ロックがあって、うん、そしてお芝居があるというですね、ちょっとね、特殊なバンドなんでね。特殊やね。はい、まあね、うん、まあ、ライブにね、来てもらえれば何かと。まあ、一目瞭然やね。でもさっき PV 流れてたから。うん、そうですね、戦ってましたもんね。まあ、まあ、戦い、演奏とちょっとアクションっていう。そう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 、ほんでだから、まあ、お芝居っていう部分はちょっと分かりにくいかもしれないけど、うん、それはやっぱりライブに来てもらったらもう。あ、そうですね、そうですね、全部一気にもうね、名役者がいますからね。うん、まあ、そんなね、忍者マンジャパンですけれども、うん、僕たちですね、つい最近ですね、ファンクラブイベントですね、やらせていただきまして。そうですね、もう去る、うん、12月の7日に、12月7日ですか、はい、はい、日回回し、まあ、1部と2部やって、2部の方はファンクラブイベントということでね、まあ、ある種ちょっと初の試みもあって、でも楽しかったね。すごい楽しかった。ファンの皆さんがね、すごい笑顔で書いてたのが印象的で、うん、あまりやらないね、アコースティックやったり。そうですね、個人の出し物でさ、でね、僕手品とかやっちゃって結構緊張した。やっちゃったよね、うん、おう、でもあれなんかそれこそ、ね、ビュッフェスタイルっていうの、ビュッフェスタイルで、はい、で、何、立食パーティー的な感じで、うん、まあ、僕らもですね、全然こう気兼ねなく普通にね、お客さんがいるところにこうご飯を取りに行って、もう俺唐揚げばっか食ってたんですけど、うん、でね、お酒なんかも飲みちょっと入ったりね、うん、なんかして。そうですよ、うん、で、まあ、アコースティックライブやりので、それぞれの出し物ね。そうだね、もう僕はモノマネ的なことをやらせていただいたんですけれども
ちょっとやってみて。あれどうだったのそもそも。いや、俺じゃあ、あんまりあんまりこのファンクラブの入ってる方が。いや、でも、こういったの終わったんだし。終わったんだし。だって、この話でやらなあかんようになる。また、いや、それはないわ。そんなやりたいんか。それはないわ。違うわ。それは違うわ。それは事故るわ。事故るわ。それは大丈夫。偉いよ、掘り下げてる。俺もこの業界にいられなくなるわ。いや、またやりたいよね。やりたいやりたい。まあ本当ね、アコースティックライブやりつつ、まあ本当あの普段のね僕らではちょっとね、イメージつきづらいとは思うんですけれども、うん、あのアコースティックでねやらせていただきまして、はい、なおかつねけん玉をやってる人もいたりとか、あれやで昔のね中学生の時のねコピーバンドの映像をね見せられたりだとか、そうですね、誰でしょうね、あれね、え俺ですね、そんなこんなでね、お酒なんかもね飲みながらね非常にね楽しい時間を過ごさせて、またやりたいなと思うんですよ。うん、うん、比較してこうかんだ。そうだよね、そうですね、そうです。でね、そのファンクラブイベントね、今回来れなかった方はですね、うん、に朗報なんですけれども、おまあねちょっと言っちゃいますよ。まあ後であのゆっくりねお話はさせてもらうんですけれども、来年あのね飯田さんの誕生日ね、こちらもファンクラブイベント、はいね、おまあ、後でゆっくり喋りますけれども、詳しいことは後々、詳しいこと言いますけれども、そちらでもですね、あのファンクラブイベントの方ね企画してるのでね、ぜひとも楽しみにしててほしいななんて、はい、思うわけでございますけれども、はいはい、何かありますか最近さ、なんかライブもさ、うん、あのなんていうの、前多い月があったり短い月があったりしてね、はいはい、なんか体内ビートを整えるのがまたちょっとこういろいろ違ったりして面白かった。ああそうね、あのねずっとやってるともちろんライブどんどん良くなってくるんだけど、うん、久々にやるっていうのも新たな発見があったりしてね、うん、なんか楽しかったかな。楽しいねやっぱね、うん、ね、あの、まあ、つい先日ですか、K4 の方でね、うん、いや、やらせていただきまして、あの時はだってね、それぞれ抱っこも出て、そうね、運も出て、うん、でね、忍者で出て、うん、なかなか新しい試み、まあ、ちょっと大忙しでしたけど、それはそれですごいなんか貴重、僕らもあの僕自身貴重なそうね、なんかどっちの自分が本当なんだろうみたいなね、うん、うん、どっちも本当なんですよ。 MC の時ちょっと困ってますよね。いや、全然困ってるから生まれつきあんな感じやからこれ素晴らしい。はい、まあね、そんな感じでね、あの、うん、まあまあ忍者マンジャパンですね、あの年内もう一本ライブあるので、まあ興味持っていただけた方はぜひともね遊びに来てほしいなと思うんですけど、もうねコメントの方がねすごい、はい、おおもう来てますよ、そうだね、イクオさん190イクオさんってことですね、おあそうなんだな、385ミヤコ、あーすげー、あいいな、そういう数字で表現されるのにな、ないかな。もうね、今ね、たくさんの、ね、方がね、見ておられると思いますけれども、はい、じゃあ早速ですけど、僕も緊張するんですけれども、はい、呼んでしまいますか、はい、そうですね、スペシャルゲスト、そうですね、はい、じゃあですね、改めてお呼びしたいと思います。本日のスペシャルゲストは、レイフラワーの皆さんです。どうも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 まず一人はい、まず2人、もうゆっくり来てください、もうゆっくり来てください、ゆっくりゆっくり、もうどうぞどうぞ、たっぷりですよ、たっぷり使ってください、うわうわうわ、ありがとうございます、さくらさん、いこうさん、あじゃあ、はい、あさくらさん、眠い、たっぷり使ってください、やっぱさん、はい、どうも、素敵、はい、ということで、こんばんは、そうですね、こんにちは、じゃあ改めてあの自己紹介の方よろしくお願いします。はい、レイフラーキーボードの宮子です。どうも、あどうも、はい、レイフラーさくらです。はい、よろしくお願いします。レイフラーいこです。はい、はい、はい、皆さんではないですよね、だからレイフラーは5分の3なんですよ、ね、5分の3ですね、はい、はいはいはい、本日はトリオじゃないですよ、はい、あ、トリオではない、あとはそうですね、はい、ギターのユキ、はい、はい、ボーカルの田澤と、はい、はい、で、5人で、5人で、5人ですね、はい、なるほど、今日はちょっと僕あれですよ、聞きたいこといっぱいありますよ、なんで、俺の方本当に、ね、どん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 もうね、質問はというわけで、あのあれですよね、つい先日あの DVD の方を発売されて、あ、いきなり、いきなり、はい、あれか、あれか、聞きたいことがあぶれて、マリのメリでごめんなさい、見せちゃって、もうあの、これ、どこに、どこに、あ、こっちね、はい、はい、あの、レイフラワー初の、ライブ DVD ですね、はい、まあこれ本当に実質初ワンマンライブというか、そうですね、はい、おー、はい、8月24日にですね、赤坂ブリッツで、はい、やったライブなんですけども、12月10日に
発売されましたんでね。はい、先日ですよ。見えるかな、光る。見えますよ。もうこれあれですかね、あのもう今見てくださってる方はもちろんみんな持ってるっていうようなね。あ、そうなんですか。すよね、そうなんですか。あ、買いました、買いました、買いました、あ、見たよ、さっきまで見た、あ、見ました、ありがとうございます、最高。伊藤さん黙ってても可愛い、うん、なんか違う可愛いですよ、近くで見たらねもっと可愛いですよまあというわけで、あのこのね、はい、DVD のこともですね、はい、まあ、おいおいですね、あとでゆっくりお話聞いて、ありがとうございます、いただきたいと思うんですけれども、 あのですね、忍者マンジャパンですね、うん、あのこの月刊忍者マンジャパンはですね、この隠れ家のコーナーとしまして、うん、こちらの方にですね、うん、ダーツを用意しているんです。おでですね、見たことあるぞ、このダーツ。あ、本当ですか。なんでだろう。なんで見たことあるんだろう。はい。ゆこさん、投げたことあると思う。なんかね。デジャブ。デジャブ。まあね、あの、質問がですね、1、2、3、4、5、5つ用意しておりますので、はい、こちらで、お一人ずつ投げていただきまして、はい、でそのダーツ、あの命中した。お題に沿ってお話をしていただくと。なるほど、これは外す、外す方が美味しいとか。いや、もう。であのこの子ちょっと的がでかいんですけども、うん、あの狙ってくださいって言って、いや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 、本当に針なの、本当に針ね、こっちの画面すごい、あの髪の毛が早速じゃあさくらさんからよろしいですか。さくらさん、じゃあ、ダーツの方用意しておりますので。いいですか。いい、まず、じゃあ、座りながらでいいですか。おお。でもなかなか立つのもエネルギーが。あっ、ほらほらほら。じゃあ、いきます。せーの。おお、レコーディング。レコーディングだ。レコーディング。ああ、レコーディングね。はい。ということで、レコーディング、はい、あれですね、ごめんなさい、ちょっと挟んじゃうんですけど、僕たち、あの忍者マンジャパンですね、シングル、今こちらジャケットの方出てるんですけど、これ、うん、あれですよね、みやこさんのスタジオ。ああ、うちのスタジオ。そうです、あ。ありがとうございました。ありがとうございます。いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、レコーディングでついて。いや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 。もう、その時からみやこさんがいらっしゃったら、もっといい歌を出したんじゃないかっていう。いや、もう十分いい歌ですよ。ちょっと何そういうのは。すいません。ちゃんと聞きなさいよ、もう。レコーディングですね。はい。レコーディングですね。はい。あの、レイフラワーももちろんそのレコーディングやるんですけど、はいはい、これね、実はね、今までレイフラワーレコーディングでちゃんと5人集まったことない。そうなんですよ。はい。ないないない。一度もないです。一度もない。最高。4人最高で最高で4人あんまり聞き慣れない、そうで 最低で1人、最低だと低だ、あの宮古1人、寂しい、あれ、いやけど意外と1人っていうのもあったんちゃうかな。ありますね、ありますね、そうけど俺とさくらさんだけっていうのもあったしね。いやでもほら、ドラムはどうしてもほら、うん、どっか外のスタジオで撮んないといけないから、そうするとやっぱディレクションをするのはやっぱね、うん、こうまあリーダーである宮古がいるってなって、はい、で、まあ、できる限りこうリズム隊であるから伊藤さんと一緒に撮りたいって言って、ね、うん、昨今はそういうのが多いんだけど、そうですね、で、まあベーシックこっちで作るでしょ、土台、はいはいはい、で、その後、まあ言うたら上物、まあ どっちがベーシック、どれが上物って区別するのも変な話なんだけど、うん、まあ、で、一番最後に鍵盤を宮古が取るから、うん、そうすると、あの一人で全部絶対一人で行くんですよ。なるほど。まあ、うん、一人だわ。だからまあこれはあの宮古から聞いた話なんだけど、はい、あのうちの曲であの鍵盤ソロがある曲で、はいはいはい、ショルキーってこうキーボード、はい、あれをなんか一人で盛り上がりながらこう、そう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 あんま良くないなと思って、そう、ほんと、ほんとかけて、そう、ひーで、今その話聞いて、あ、そうなんだ、うん、すごいねーとしか言わない。いいよ、いいよ、まあまあまあ、そうですね、わからないから、だって知らないところでやってるから、ね、
確かに、あんまり人に見られたくないですね。そのいや、うん、まあ、まあね。けど言ってもライブでは見せてますからね。まあまあ、ライブはね、見せてますけどね。うん、でも逆にこうレイフラワーぐらいこうスーパーバンドなわけじゃないですか、皆さんそれぞれスペシャリストで。いやレイフラワーぐらいでどんぐらい？言葉ない。いや逆にこうあの僕らの場合ですとレコーディングするかプリプロっていう形で結構ガチガチに固めて、うん、でいざこうあの、はい、スタジオに持ってくんですけども、ね、うん、実際もこうレイフラワーさんぐらいになるとどうなんだっていうぐらいになる。我々も一応ね、うん、バンドとしてねプリプロっていうのはちゃんとやりたいんですけれども、大人の仕事スケジュールが合わないです。スケジュールが先ほど言ったようにレコーディングで5人集まったことないバンドなんで、どこをどうやってプリプロ制作するか。実は言うと昨日もレコーディングで、昨日はギターのゆっくんがギターを取ったんですね、なんですけど、まあまあ、僕とゆっくんで、まあ、そこの現場は行って、っていうような、まあ、そういう状況で今日出来上がったら送ってみたいな、どうみたいな。あ、そうなんですね。だから伊藤さんに喋らせてあげてって声を送って。あ、ごめん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 、そうね、そうね、うん、結構喋ってるけど声がちっちゃくて聞こえてないみたいな。いや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 、もうじゃあ伊藤さんはあれですか、こう皆さんがやられたそのOKみたいなのをもう聞いて、あ、オッケーみたいな感じで。そうですね、ベチベチ、はい、割とそうですね。あれとも完成されたデモテープだったりするので、そうプリプロっていうよりはもうね、デモテープがまあ今、まあ、それがそのままプリプロみたいなもんですかね。なんかね、僕らからするとね、こうやっぱレコーディングスタジオに臨むってやっぱ、うん、まあそれなりの覚悟で行ってるんで、うん、結構決まってないと僕とかちょっと心配になっちゃうパターンなんですよね。うん、ああ、なるほどね。うん、まあその現場の適応力ってのもあるんだけどね。あ、うん、楽器隊とまたボーカルってまたちょっと違うかもね。そうかな。そういう作っていく過程が、うん、ある程度できたものを聴いて、うんうんうん、歌を乗せていって、はい、さらに良、はい、くさせるわけやけど、うん、ちょっと感覚が違うかも、うん、はい、まあ、でもあれですよね、まあ、今日はいらっしゃってないですけど、田澤さんとかどういう心境で歌ってるんですかね。あ、うん、あ、レコーディングって、はい、けど田澤君の歌は僕立ち会ったことないですね。え、今度は面が飛びないですけど、たぶんバンドからびっくりしてる。えぇーって、知らないんだよね。今度見せて、今度けど逆に言うと、はい、メンバーのそういう意味での信頼関係があるかな。もう僕も正直もう、ま、任せてればっていうところがすごくある。あ、そうですよね。っていうところはもう、まあ、でもこの前の、はい、ごめんね、隠す話してくれ、あのこの前、あの実はそのね、レコーディング、まあ今、宮本も昨日レコーディングしてた、うん、はいはい、我々は10月ぐらいでしたっけ、うん、そうね、うん、実はツアーの前ぐらい、そうですね、レコーディングして、うん、1曲やっと昨日だもんね、ギターが、もうそう、昨日でそう、はい、ずっと、いや、まあ、まあ、けど、まあ、まあ、出来上がった頃には我々何やったのか、いやいやいやまあ、まあ、取れる時にね、そうそうそう、で、まあ、その1曲を取ろうって言って入ったスタジオで、で、いけるんだったらってもう1曲、なんかこう、全然まだ、本当デモのデモ段階のやつで、うん、やってみようって言って、そこで初めてちょっとプリプロっぽいこと。あ、そうそうそう、本当にね、それね、よくぞ桜さん言ってくれたんだよ。でも、そう、プリプロっぽくなったんだけど、そこにはギターのユキはいなかった。そうそうそう、最高4人ですからね。そうそうそう、だから、逆にすごいですよね、2人でプリプロみたいなね。もうそこ違うみたいな、どうって、あ、ここの部分いいねとか、かっこいいねとかって言いながらやってたんで、でまあそれはそれでまたちょっとレコーディング望まないとなっていうような、うん、まあ、感じの状況です。すごい、はい、なんかちょバンドっぽかった。バンドっぽかった。バンドっぽかった。そうそう、あ、こういうのがバンドだみたいな。割とね、まずやってみようよかって。そうそうそう、いや、もうそれこそこう、なんて言うんでしょう、弟とのこうせめぎ合いがやっぱすごいバンドだと思って、伊藤さんとか普通に田中さんが歌ってるところでベチベチやってるじゃないですか、ね。全然やってますね。あれはちょっと衝撃的ですよね。ですね、あの歌う人もね、ベチベチ言ってるみたいな。歌う、歌う人の気持ちをこうね、逆なでするような。逆なでするよ。割とね、あれなんですよ、あの
なんですボーカルの人が強いボーカルってそういうことできるんですよ。あ、そうですね。なんかそれだけだね。なんでその西川君もそうですけどね、後ろでどんなことやろうか文句一つ言わないで。言いづらいんじゃないですか、実は。あの、いや、すみません。バンド内で話し合った方がいいじゃないですか。いや、割とこうなんか、そんなんじゃ負けないし、ぐらいの感じですね。後ろがセバスどんだけ踏もうが、どこでもやろうが、俺負けないし、みたいな感じですよ。なんかあの、うん、ライブ DVD にも入ってるんですけど、はい、1曲あの12小節でソロ回す曲があって、おで、はい、まあ、順番でこう来てて、はい、で一番最初に鍵盤ソロ、はいはい、でまあ、それはもう曲調のこうグルーヴでこうって、うんうんうん、ちょっと激しめにいくだろうな、うん、で次伊藤さんになって、うんうん、で伊藤さんだとなんかどうアプローチしても、うん、多分こういくから黙っとこ、リズムだけ取っとこ、そうだもん、もう好きです、弾いちゃうんですよ。だ何叩いても多分同じように来るから、そうだね、だからもう俺はもうフォーカスを伊藤さんに出した方がいいから。でも俺もけど伊藤さんのソロになると、はい、やっぱりローの方行くよりもやっぱ高い方がものすごい行くんで、はい、絶対ピアノはもう思いっきり低いところで絶対出して、うん、ってやらないとっていう形を、なんて素敵な、すごい、いやいやいや、それはね、まあ、事前に打ち合わせてるわけじゃないですよね、してない、その後の桜さんのところは、桜さんのところは俺らがリズムキープをしようみたいなところもあったりとかっていう、そうそうそう、ね、ずるいの、はい、あのね、ちょっとあの、種明かししちゃうけど、はい、結構ね、動機が多いのね、フリック聴いてるのね、はいはいはい、で、そういうソロとかって、うん、みんなね、ソロすると、うん、もうね、バー越えのフレーズしてくんのよ、あ、だから音符にならない歌い方する、発祥節を超えたりとか、いや、要はね、4分の4のものが、はい、ね、聴感上を4分の5とかそういう風にスワーを持って入れていくの、で、あと音符にしないとか、例えば1拍7連とかが入ってくる、厳密に分析するとね、多分そんなこと考えてないんだけど、はい、歌いたいことを弾いたりとかしてるだけなんだけど、で、あのこっちはそれをキープしてて、じゃあ自分のソロになった時にバーゴイポリリズムとかやるとみんなそうですよね、じゃあ、同じくちょっと抑えめな、はい、ジーン、サン、シン、取れやすい、数えるんですね、取れやすい、あのソロを叩かざるを得ない、バンドのこと考えて、そうそう、で、そういったものは全部詰まってるよね、そう、詰まってない、そうそう、見どころ満載です、見どころ満載で、いや、もうなんか、もうバンドキッズがこう、よだれ出ちゃうようなバンドですよね。そういう風に見えてくると嬉しいですね。はい、すごい、だから自分らもやっぱそういう、うん、世代じゃないですか。うん、例えばあこういうバンドになりたいなとか、はい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 、この人いいなとかと思ってこうやってやってきたんで、うん、そういう風に思われるバンドになるのは嬉しい、ね。そうですよね。うん、ただ超絶なので挫折するかもしれないですけどね。いやいやいや。ルル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 ル。超絶。超絶。超絶。皆さん超絶。皆さん超絶。超絶です。超絶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 。だから僕ね、あの本当失礼なこと言っていいですか。思ったままそのまま発言していいですか。はい。なんかあのその姿を見て。どうしても先駆け男塾のまんじまるを思い出して、ちょっと待って、俺分からないっすよ、男塾が何ですか、教えてください。いや、まあじゃあそれはもう、もう、おっしゃるでください。もう結局、うまいって聞いてるけど、うまいってありがたいお言葉いただいたぞ、お前、ありがとうございます。改名しろ、改名しろ、まんじまるって、まんじまる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 、というわけでね、人のお話聞きましたけど、じゃあ次行っちゃいましょうか。はい、はい、次ね、じゃあ、お願いします。ワンワードでここまで喋ってます。ねえ、いい話はい、いきます、はい、せーの、おーおー、あーお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 ーせーの、また
今絶対、狙ってますか狙ってますか、今絶対狙ってます、頼んだね、これがめっちゃ怖い、めっちゃ怖い、また壊れてるじゃん、壊れる前に、もう伊藤さん、狙わないね、さっきまで、さっきまで次やったら空気読むかもしれない、これぞ、せーの、そんなに隠したいっすか、隠しやんけ、それやばいな、それやりすぎて、どういうの話だろ、たまらないですけど、どうしますか、顔がすごい、お腹痛い、いきます、せーの、抜けないよね、せーの、もうあかんやん、もうダメです、もうダメですね、じゃあここで回すだけ、回していきます、はい、サプライズ、サプライズ、サプライズ、いやもうある意味この3連発のレコーディングがサプライズでしたからね、なんかね、サプライズ盛り上がりましたけど、サプライズ、これもびっくりするってことですよね。そうです。そうね、とにかくびっくりだらけのバンドだとは思うんですけども。これはですね、ご参加してください。これはですね、今回のライブツアーですね。はいはい。誕生日の人がおりまして、はいはい。宮子さん。はい。あ、そうだ。全員そうだね。ライブのまあそうそうなんです、その期間にね。うんうん。まあ桜さんもそうなんですけど、メンバー5人中3人がまあツアー中にというか誕生日が。じゃあ伊藤さんだったらこれよ。伊藤さんはイースターイベントだよ。そうそう。そういう時にまあサプライズなので。はいはいはい。あのね。よくあるね。なんかまあ。ハッピーバースデーっていうのをサプライズでやるわけですが、それがとてもなんていうんですかね、良かったんですよ。そうです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 。ライブ中に。まあ、美和子さんに知らせずに、まあ、手とか用意しておいて、それがね、その時の驚き具合が本当にね、超絶な驚き方で、とんでもないリアクションだったよね。要はですね、まあ、分かりやすく言うと、はいはい、まあ、例えばピアノから始まる曲とかで、もう本当にピアノその前にちょっとアドリブで弾いて、じゃあピアノから始まりますって、はいはいはい、こっちは緊張感バリバリですよ、そら、もう、その時にいきなり、うん、全然違うことをドーンってやって、さくらさんがいきなり、その時はさくらさんがいきなりドーンって、はい、ハッピーバタンタランチャンタンってやられるんですよ、はいはい、そのタムがね、合図なんですよ、そうですよ、ドーンチャンチャチャンタンタンやったんですね、そのタイミングすごいところです、すごいところです、もう照明もこういい感じでこう暗くなってて、あーいい感じでピアノ来た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 ってやってた時ドンなんで、俺からすると何してるって、いや本当にマジでどうしたらそれが、なんで、多分、ハッピーバースデーの3小節ぐらいまでは何の曲やってるかさっぱり分からないぐらいの状況で、頭真っ白状態ですね、頭真っ白状態、ピアノがまずルバートでレレレンってやって、はいはいはい、で、サカさんがフィルフィルかなジーバーンって入るような、そういう曲だったんですよ、ルバートがバーン終わりましたって言ったらドン、あれあれあれ、いやいやもうね、で、我々、そのレイフラワーチャンネルですね、そうなんですよ、それに、宮子がどんな顔で驚いたかっていうのがボリューム X だっけ、あれ、ボリュームいくつでしたっけ ね、レイフラワーチャンネルの、うん、あのうちのホームページで、レイフラワーのホームページで、うん、それ動画をいつもレイフラワーチャンネル上げてるんですけども、その中で、なんか10月の何度かにアップされたやつかな、そう、うん、多分ね、それで見れるんですね、もう今見ましょう、51とか52とかその辺だったかななんですけどね、ボリューム52だって、52、ボリューム52、すごいですね、でももうそうなるんですか、そんな決定的な瞬間を見るってことは、もうスタッフさんもこう引いて、もう閲覧の表として細胞をした時にドンって顔してる、失礼極めて浮気がバレたみたいなそうそうそう、いや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 そうそうそう言うたねいやでも変な話なんですけど、まあ、ある程度こう経験を重ねてくると、まあ、誕生日で、まあ、今日ライブ当日だと、もしかしたら何か仕込んでんじゃないかなって、ちょっと予想はあるじゃないですか、まあ、今予想は、ね、まあ、いつ来るかなぐらいの、まあ、正直言うとね、はい、ちょっとはね、ちょっとありますけど、ちょっとはね、いやこれはね、そこからね、多分ね、予想されると我々4人でこう、はい、宮古に分かんないでダマでこうちょっと家の人が集まってでどうするかってなって、はいはいはい、そうだ、前日そうですね、4人で喋ってね、そうなんです、で、喋って、
いや、やらこういうことをやるっていうことは、うんうん、多分やつはそんな賢いから、そうそうそうか多分感づいてるんですよ、はい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 、だからどこでやるかが結構前半にやろうっつって、ほんとに前半やってるまさかのまさかの、でしかもいや、ほんとに、はい、あのその映像を見てもらえたら分かるけど、ありえないとこなんですよ、本当に。だってまたそこから始まるわけですよ、その雰囲気からその曲が始まるんですよ。どんな空気でやんねんねん。いや、なかったことなかったことなかったこと、そうだ、なかったことにしてやったっていうような、そうそうそう、いやー、大成功、いや、もう大成功、普通のアンコールとかだよね、うん、でそれで味しめたのが、この前先日札幌公演があって、それね、11月28日だったの、はいはい、で俺の誕生日は11月20日で、はいはい、で、ボーカルの田澤の誕生日が12月23日、はい、でお互い自分の誕生日でも公演してんのね、うん、それでイベント組んでるのに、はいはい、にもかかわらずみやこが、いや、戸沢くんのやるから、やるからやるのに、俺だ、俺だって、さくらさんの時は、さくらの時は、まあね、行ったんで、ね、その時に実は やったんですよ、ね、まあ、ちょっとね、そうそう、っていうのあったから、確かにな、それいつか言われるかなと思ってたけどそれは、まあ、それはもう、まあ、もう、そういうことだろうなそうそう、っていうので、まあ、とりあえず、戸沢くんのでやろうよっていうので、それはとんでもないところで、そうですね、ね、あれバラードの前、バラードの前で、それでしかもバラードで、はい、まあトロンボーンってやった後にもチッチッチッドーンって音が始まる、はいはい、って曲なんです、うん、で多分その前にこう、はい、MC がこう、はいはい、彼の超絶な MC がこういろいろさあまたいいこと言ってんだけど、ね、こっちはもうそわそわしたり慣れだよ、だからもうもうなんかこうさ、こうちょっとこうさ、そうそうチロチロチロとさ、たーっとさ、はい、こうなんか叙情的なのが空気にして、もうお前喋るなよ、だから歌う気でこいっていうようなこう雰囲気作って、じゃあいつまでも喋るから。そうそうそう、それをバーって引き出して、じゃあ聞いてください。でもあれもやっぱ一緒だったよね、ミヤモンの時と一緒だったね。最初何の曲が始まったのか分かってる。本当に分かった、いや、ほら見たかと思いどうやって入る次この曲みたいなあれはね、シリアスが入るんですね、あれ、けどもこれからちょっとこれにしていこうかなかちょっとでも、そうだね、自分のそう、ね、時ね、我々としては、我々には自分らの自分の誕生日が近づいた時で、はい、やられるのは分かったとしてどこでやられるかそうですね、怖い、ね、怖い、怖いな、怖いやろな俺さくらさんとかところなんかクリックのところにハッピーバースデーそれだったらこうクリックのところで要するに山盛りにこうやると一人ほっこりしてるあの曲が素敵ですけどねいやいやけどね、ちょっとね、それぞれちょっとね、考えないとな、はい、まあ、ゆきくんもそうなんですけど、うん、まあ、今度一番近いのが、まあ、ゆきくんかな、そうだね、言ったところで半年後だよ半年後だよ、そうそうそう、ちょっとなんかね、考えないとな、忍者マンジャパンはそういうのないですか、誕生日の嫌やそうですね、僕らは忍者あ、でも割と普通にやっちゃってる、普通な忍者アンコールとかよ、そこまで余裕がないんですよ、余裕で、でもそういうお話を伺っちゃうといたずらしたくなりますよね、ねえでしょやっちゃうか、メンバー誰で一番近い一番近い誰、誕生日、あ、そうだ、リーダーさんだ、1月、あー、1月、そうですね、来月1月16日なんですけど、おお、実は1月11日にライブあるんですか、あーもうそれはあーそう、そこはもうやられないからそれがね、残念なことにその一応、リラバースデーってことで歌っちゃってるんですよねあ、その日にだからいや、だからバースデーっていうのは歌ってずっと緊張させるで、どこで来るかどこで来るかってどうするあ、でもさどこで来るなんかもう最初にそういう覚悟ができちゃうと、うんうね、なんか全然なんかあいいよ別にって、ね、驚きもないと思うんですよ。MC の MC の SE の後ぐらいの。一曲目だから先に。いきなり。一曲目先に。それぐらいいっちゃう。逆でやらないけど最後まで。サプライズ。説明が過ぎないです。やらないって。なんかいろんなパターンがこう情報として入ってきてるから。もう始まってるから。どのスイッチで準備しとるんやけど分からへんなって
んの子たちも言わないって絶対言わない、ね、ないっていう。リーダー君ね、ここね、体と心をほてってどうやってそうそうそう、ちょっと言えない気持ちで一応バースデーで歌ってるやんみたいな。でも、もうバンドやめるって言いだすもんね。このタイミングでやめへんわ。このバンドやめへんわっていう。それは切ないよね。いや、それはね、ちゃんと、ね、遊び心でもありますね、レフラーは。いやいや、いやいや、全然全然。いたずら心ですよね、でも。いたずらかな。いや、本当にやれるとね、本当にびっくりする。そうそうそう、もうね、結構衝撃強い。なんか自分はとちったって思わないですか、なんかその時に、瞬間的に。間違えたみたいな。ね、とちったっていうよりも、あれ絶対みんな曲間違えてるって、違う曲やるんやっていう。すごいすごい。とか、あ、なんか違うやついってるとか、なんかってな。やばいやばい、やばい。さあどうするって思った時、あれなんか全然様子が違うぞ。こんな曲知らんぞ知らんとかもよく知ってるぞみたいな。逆に。そうそうそう。そうそう、そういうね。なるほどね。そのお顔を、そのネイフラワーさんの動画で。見れますか、見れるということで、ね、見てください、はい、僕のもありますし、田澤君のも、田澤君のも、はい、大丈夫ですね、田澤も、そうだね、この前アップした、この前アップしたんで、人のね、驚く、驚く、そうそう、一番面白い、人のそうすると、こうなるんだよね、その田澤の時は、あの、初の札幌で、初の札幌で、我々のメンバーの誕生日を祝って、わーって盛り上がってるの初めて見た札幌のお客さんに、カーンですよね。だからあまりそういうやりすぎのどうなんだ。まあね、確かに、確かにね。お客さんありきですからね。ありきで。なるほど。次回のサプライズもね、楽しみにしていただきたいですね。じゃあ、お次いっちゃいますか。はい。もうないですけど。もうない。手持ちで、じゃあ。手持ちで。あ、手持ちで。猫さん。手持ちと手持ちで回ってないってね。レコーディングとかになったよ。レコーディング。そうね。そうね。まあレコーディング狙ったらどうなんのかな。いやいやいや。あ、ちょっと声に手がやっぱね。タイルさんちょっとぐらい刺さってます。あの香り。あ、ほらほら。とりあえずですね。違う、手狙ってないから。手狙ってない。危ない危ない。手狙ってない。はいはい。あ、どうした。今、塩チンギスカンに当たってましたけど、ジンギスカンいきましょう。じゃあジンギスカン、はい、塩チンギスカンということで、塩チンギスカン、なんぞや。そう、なかなか聞き慣れないですよね、塩チンギスカン。はい、ジンギスカンは有名ですよね。塩チンギスカン、まさしくそうです、まさしくこの間、そうです、札幌のそのライブした時ですね、札幌ですね、打ち上げですね、塩ジンギスカンっていう、まあ普通のジンギスカンではなく、塩だれの塩だれ、美味しかそうね、僕結構札幌行くとちょっと行くお店で、ちょっとぜひ打ち上げそこでやりたいっていう。あれでもそんなこと言っちゃっていいんですか。あの、お店の名前言いません。お店の名前は言いません。名前は言いません。名前だけ、北海しゃぶしゃぶだけ。そう、そんなとこ。そうそうそうなんですけど、まあ、あの、なんか初めて食べたんちゃいます、初めて食べました。さんも塩だれのジンギスカンもね、大体こうタレにつけるじゃないですか。そうですね、もうつける必要がないんですよ。なんですかね、やっぱこうお肉が新鮮というか結構柔らかくなって澄んでるから塩で食べれちゃうんですね。そう、塩だれって感じだよね。そうです、それでけど今回ね、それもそうなんですけども、あのまあメンバーとメンバースタッフと、まああの札幌で2泊したんですね。はい、まあ本番前に前乗りして、はい、本番やって次の日帰って2泊したんですけども、2泊ともジンギスカンやったんです。食べたね。やってくれ、僕ね、ジンギスカン、うわっ、このメンバーめっちゃ肉食と思って特に伊藤さん肉大好きなの。大好きね。伊藤さん肉大好き。もうジンギスカン食うために北海道行ってるぐらい。それはちょっと問題発言。だから伊藤さんの札幌にこう行くのにこう気合い入って、僕ちょっとその前ね、大志君と同じ現場なんですけど、札幌日帰りだと行こうって。そうそうそう、ちょっと札幌で切なかったですね。ちょっと帰り2人でしょ。だから次北海道リベンジだったけど、もう満喫したるぞと、もうとにかく食うぞと。でもういきなり絶対ラーメンとジンギスカンは絶対食う。たまんないですね。ラーメン2食とラーメン食べたね、ジンギスカン2食とね。うわすごいですね。ちゃんと果たして帰ってきました。まあでもそのね、前回その日帰りだったんですよね、札幌ね。そのおかげでね、あの子羊の命がなんとね、それは
まあ結構そんな召し上がるの結構すごい肉好きだいやいや、そういうこと、そういうことさ今日入りしてから弁当いきなり2個食ったお寿司食べてましたけどさっき弁当、唐揚げ弁当食った後にお寿司お寿司食べ、お寿司もねで、そこにあったあのチョコパイみたいなのを結局3個ぐらい食って、ね、お弁当つってましたそうね、その後に差し入れだったらあの、なんだっけパンを2個食ってアンドーナツとカレーパン、カレーパン食ってちょっとタバコ吸ってくるわって言ったらちょっとタバコ吸うからってさっきのチョコパイの残りの3個全部俺1個食いたかったやつ3個持ってって1個さんの弁当持ってた後にその箱見てるないねやってた食べたらなくなるって肉食っていうレベルだよね食のそうですねリハの時もすんごい行くんですよ、うん、もうああ食べるそうですね休憩中にじゃカップラーメンが食べようかって言ってもういきなり2個なんだよ2個ああそうそうそう、ね、あとチンのチンするさ、うん、あのなんかいろいろそういうなんてカレーみたいなのじゃないですかカレーみたいなのとかお惣菜とかそういうさらにあれも食ってほんとに俺ら触発されて俺ももう1個いけるかなって言ってる触発されちゃうんだよちょっと触発されるんだよ、ね、いやだからね多分ね、はい多分、はい、みんなそのレイフラワーのリハーサルで、はい、他のメンバー の、はい、あの見る俺の姿は、はい、休憩でね、はい、タバコ吸ってるからめちゃくちゃ吸ってるそうだよすごいけどあれスタジオからしたらありがたいですよね一気にカップラーメンとか全部なくなるからそう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 さくらさん1日何食ぐらい食べられるんですかいや食う時ほんと食うのは、でもね1日ね大枠2食のあ、そうなんですね一気にガーって食って、あとは、はい、そうなんですその一気かな、弁当2個とかですよねすごいですよねなんか、冬眠前のクマみたいな食べといてすぐ使って、すぐ使ってじゃあもうあれですね、ツアー行ったらもうみんなでもう皆さんそれぞれね、あの土地土地の美味しいもの知ってるからいやあれ食うぞ、これ食うぞみたいな感じでそうですねツアー行ったらやばいですね、じゃあいや、そうだ、ねなまあ、肉濃度がやっぱ高いんで、特に伊藤さん特に仙台で、はい、前回ツアーで仙台で伊藤さん、伊藤さん以外のメンバーとスタッフが前日入りしてて、うんはい、で、宮子がまたいい感じのね、牛タン屋をねあーちょっと伸ばすか、伸ばすか思い出した、伸ばすかあるんですよ、そういうところありがたいよもうね舌と舌がこう絡み合うような思い出したね。思い出したけどね。屈辱の日を思い出した。そこ屈辱。今度行かない。ライブ中に自慢するんです。でまあいい。ゆうこさん、まあこれだけ。なんすかなんすか。あの次の日、前前日入りして、はいはいはい、次の日になりました、はい、で、お昼ご飯食べよう、はい、で、伊藤さんまだ会場入りしてないから、はいはいはい、まだ仙台入りしてない、はいはいはい、で、お昼みんなで食べようって、はい、どこ行くっつって、はい、ん、牛タンっつって定食食べに行って、はい、で、せっかくだから伊藤さんもうすぐ来るらしい、うん、持ち帰りで持って帰ろうよって優しいですねそうで、俺が行ったのよそしたら、はい、ギターのゆきくんは、はい、いや、でもあのケータリングでお弁当用意してあるし、無駄になっちゃいませんかって言ってましたよ、って言ってましたよ、ゆきくんちょっと鬼滅がマジか次のサプライズが怖くなっちゃうやれた、あいつのせいだなあかん、あかん、すごい生放送になってる今、欠席裁判だよけど、ゆきくんも結構肉食やね肉食だねだってゆきくんも、いや、もう今日もジンギスカンがいいって言ってたあっちが言ってたそれで、それで一回ゆきくんと、なんか ラムシャブとかどうって言ったらいや、ジンギスカンがいいってそれでもやっぱ焼いてる肉の方がいいな、ラムシャブもいいけど、やっぱゲット感はやっぱねね、うん、ゲット感油をね、油を流さず流さずね流さず食いたいそうそうでもゆきちゃんで一緒にラーメン食べた時はゆきちゃんだけ大盛りだったの、うん、大盛りの全部入りっていうの頼んでた頼んでたねで、それで大盛り全部入り頼んで残してたからそれはちょっとダメだよそれいけないもったいないですよねすごい貴族だ貴族貴族だ貴族それで
それでたまにする。たまにする。たまにする。あの前もそう、今回九州の時に僕がブラッバー食べて、うん、でも普通に豚骨ラーメン食べて、うん、でまあよくも頼んで、うん、それは普通のやつなんだけども、うん、ごまと紅生姜すごいなんかたくさん、たくさん入れて、うん、うわあもう食べたい食べたいって、うん、綺麗に食うんやろうなったら。半分ぐらい残ってる貴族や貴族美味しいとこだけ楽しんでるそのごまのちょっとしたエキスをエキスだけ食えればいいんだ貴族や貴族や貴族なんか上海ガニの食べ方みたいですよねあそうそういう、うん、味噌だけだと味噌だけだいやいらないじゃあもうあれですかもう皆さんもう全国行ってると思うんですけどじゃあお一人ずつもうなんだろう一番好きなもの一番好きなの土地土地で食べ物ここだけはもうじゃあ場所決めましょうよ、はい、あ場所決めてくれるとすごく、うん、なんか行ったことある土地 の, そ, のそれぞれを戦わせなきゃいけないそうですそう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 多分ねもうもう どこも、うん、そうですね、うん、決められるんだ僕の中であの B 級グルメ僕やっぱ好きなんですよ B 級ねそこの、まあ、一番メッカだなと思う名古屋あ名古屋面白かったですか名古屋で名古屋でちょっと教えていただきたいですね名古屋好きだね僕もまあ割にありますもんね、はい、じゃあ一番目いきます、はい、あの天むすについてるのなんか佃煮あれは美味しいあれは美味しいあれが美味しいあれがめちゃめちゃ美味しいですあれが美味しいそうあの漬物をあの漬物を食っちゃってそのまま一気に天むす食ってくの。あの塩の分配率がまたこうね。そうなんだ。何やってるんだ。じゃあそれ牛タン高だったらそれについてくるあの南蛮味噌漬け味噌漬けなんだ。あれね。あれあれうまいね。あれあうまいまあれあれあれないとあれないと牛タン食べた気にならない。まあ的な。名古屋で言うと。あそうですか。マジで。伊藤さんは僕はね、はい、僕はヤバトンが好きなんですヤバトンですまあ外せないですねやっぱ肉なんですヤバトンねヤバトンやっぱねとんかつとあのね味噌だれっていう最強じゃないですかそうですねどっちも濃い感じのねあのわらじってあるじゃないですかああとか行っちゃいますよねいやそれは食ったことないかなそれはないですでもあのひたひたに行ってね僕お弁当が多いんですよヤバトンのお店は一回しか行ったことないんですけどお弁当はまあ普通のね。いやまあね、確かにね。やつなんでそこにダバダバかけて、ね。ああ味噌だれを。はい。最高ですね。なるほどね。ああうまいね、確かにね。この間実は食べちゃった。え？名古屋行った時はまたよ怒られる俺。あれあれあれ。キャラが。我々はあの終わって帰った日泊まってたから。そう。ああその時ヤバトン行ったの。その時にユキ君と田沢君と。ユキ君。おかしな話帰りに、まあ、向こう昼ぐらいだからじゃあどうするって言ったら確かに田沢君がね確かねヤバ丼食べたことなかったああなるほどじゃあ行こうなんですかじゃあ連れて行こうって言ってお店に行ったんですかで、ま、だから仕方なく行ったお店ですか理由はどうだ結果の問題仕方なくあもうしゃあないなって言ってこうそうですよしょうがないですよしょうがない田沢さんがいたわけないからしょうがないですよヤバトン確かにうまいじゃないですかね味噌とんかつ、うんねね、でもソースの方がうまくないですか、うん、ソースヤバトンソースの方がうまくないソースですかまあ、いやじゃあ宮子さんは僕ね、はい、僕ね、スガキヤのラーメンが好きですねあーほんと僕も大好きです去年実はあのスガキヤでもなんかあの高級スガキヤってあるんですよえ、何あるんですかだって違う店舗であるんですよ、そっちよりもやっぱりあの元のあっちの庶民の味あの庶民の味のほうですもっと言うとスガキ屋 のカップラーメンの、はい、カップラーメンの味噌煮込みうどん、うん、スガキ屋のやつあるんでああちょっとそれは美味しいちょっと一回食べてもらいたいなスガキ屋で僕らも行った時ありますね名古屋行ってね俺は別のやつでも名古屋行った時は必ず行く、うん、ああね来ますねあのスプーンがこう変わってるんですそうですよフォークとラーメンフォークとそうそうそうあのスガキ屋行ってラーメン食ったのはコーヒーゼリーが好きですけどね
コーヒーゼリー、ああ、なんか、デザートね、あのね、いろいろね。俺、食べたことないな、コーヒーゼリー。コーヒーゼリーはない。ラーメン食べなさいよ。ラーメンね。ラーメン、豚骨ラーメンね。昔さ、今池にさ、大丸ラーメンってあったの知ってる？大丸ラーメン有名、もう2にしか有名じゃないの、夜中2時ぐらいにオープンして、4時ぐらいにしまう。6作しかなくて、何食べますってメニュー見るとラーメンとしか入ってないんだけど、ああ、もうラーメンだけなんだ。で、味は二郎系なんだけど、あ、俺それ聞いたことある。知る人と知る、もうなくな、もうお店閉めた。その話は聞いたことある。聞いたことあるか、もしかしたらさくらさんから聞いたことある。多分俺だ。その話なんか、あ、なんか、中の席が六択って、あんま聞いたことない。そう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 。名古屋ね、美味しいものいっぱいありますけど、今回ですね、あの、すみません、突然、あの、レイフラーさん出演していただくということでですね、お便りの方いっぱいいただいてるんですよ。はい、ありがとうございます。でね、その中からいくつかね、読ませていただきたいなと思います。はい、じゃあですね、ハッピーネーム、赤猫さんからですね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。レイフラーの皆さんがゲストということで嬉しいです。あの、こういう顔です。気持ちよくなりました。これではないですね。それちょっと違う。ライブ DVD 何回も見ています。本当にかっこいいです。特に郁夫さんの指の動きに釘付けです。まだあのこういう顔して見てなんぼでも。次はぜひブルーレイでも出してください。お願いします。あ、はい、ね、ところで、もうすぐ2014年も終わりですね、はい、皆さんが今年のレイフラワーのライブで特に印象に残っているライブはどのライブでしょうか、うん、というお便りいただいておりますけれども、2014年ね、何本もライブやってると思うんですけれども、でもね、今年からなんで、何本もでもないよ、うんうん、そう、本当にツアー回ったりとかしたの初めてだし、まあけど、ね、まあ、このあと年末にも一本ライブがあるから、12月28日に六本木 EX シアターでやるんですけども、やっぱそれが一番って言えるようなライブにしたいなと思いつつもね、それはね、毎回ね、そういうの思いだから一番だっていうライブが、まあ、更新されていく感じ ね。そうですね、うん、上書き上書き、去年なんかね、本当にね、そんな感じなんですよ、そうですね、だから終わった後、いつも美味しいお酒が飲める。素敵ですね。美味しいお肉とね、お肉とね、肉でもあれですよね、あの、まあ、先ほどもちょっとお話いただきました、はい、あの DVD にしている、やっぱりこのブリッパーツワンマンはね、やっぱりね、感動しました ね、そうですよね。こちら全部何曲やられたんですか。全部で16曲ですね。結構やってますね、ですけどね、まさかブリッツ、はい、これはけど、いや、初ワンマンで、初ワンマンで、うん、ね、いろんな今までのね、いろんな辛かったことがね、辛かったことがね、本当ですか。そうですね、食べ物の恨みとかって副音声の方に入ってるんだ。辛かった、辛かったっていう実況とともにライブ。あれですね、コメントの方に田沢さんの歌詞忘れライブって書いてありますけど、歌詞忘れた、あった、あった。あれ、大津だっけ。この間じゃない、この間もなんか、閉じてたよ。ああ、そうね。あの、詩を、詩を書いたんだよ、ちらっとね。詩を書いた、そう、うん、確かに。その場で変えたんですか。いや、その時は歌えなくて、はい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 、それで、ちらっとそこの部分だけ詩を書いた。そうなんですね。詩の人気ですか。詩の人気ですか。あ、その詩をじゃない。詩、詩ね、詩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 の詩を人気でややこしくなる。ね、まあ、じゃあ歌詞を忘れてやるということですね。じゃあ、はい、お次いきます。はい、ハッピーネーム、友人からのあだ名は激エロスナイパー甘口です。うん、よくわからないです。皆さん、寒い日が続いて朝ベッドから出るのが辛くなり冬を感じています。皆さんはどんな時に冬を感じますか。また季節によってリハーサル用の着替え量など変わりますか。
でお便り来てますね。まあ最近寒いですかね。寒くなってね。まあベッドからねなかなかね出るのがね辛くなってる冬を感じてるそうです。皆さんどんな時に冬を感じますか。冬ですか。はい。もう寒って思ったら。そうですけど。なんかこう暖房器具がどんどんこうどんどんなんですかねグレードアップグレードアップっていうね。まあね。最初はいわゆるクーラー。暖房するんじゃないかそれがある時ガスファンヒーターになった時に冬来たなと思います。例えば自分の作業部屋とかそう、うん、部屋に入って楽器とか持った時に、はい、なんかあっ冷たいってなった時に冬だなってあ冷たいってなった。そうですね確かに冷たいよねギターね。ありますね、うん、ああそうかもしれないですね。あれはね一つあるかも、うん。そうですよね。弦がね、ベースの太い弦がこうなんか冷たく感じるんですよ。でも逆にこう、ね、横さんとかわーってやるじゃないですか。はい、手がこう冷たいと動かない。いや動かないですやっぱり。どうやってウォーミングアップするんですか。あれはもうひたすらね、繰り返しスケールを弾くんですよ。本番前に。そうなんですね。で弦の温度を上げて指の温度を上げてるんですかね。多分それガーってやった後にちょっと寝るっていう。そうなんですか。行こうな、ちょっと寝る。なんかその前前仕掛けのこうロボットみたいな背中に前前がついてる。ダンキしてる。F1 と F1 でしたね。弦温めて、タイヤ温めて。さらにここまで行く。そうそうそう。よく見てますね。よく見てますよ、リコさん。リコさん今ちょっと寝てるから。恥ずかしい。じゃあお次に行っちゃいますか。どうぞ。はい。どんどん行っちゃいますね。はい。宮古さん、さくらさん、伊藤さん、こんばんは。こんばんは。ごめんなさい。四季花 Q さんからですね。はい。レイフラワー初のライブ DVD、シード・ア・ガーデン発売おめでとうございます。ありがとうございます。そしてありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。伝えたかったんですよね。夏の日の感動を思い出しました。発売初日に、このシード・ア・ガーデンを手に入れまして、まさに収録の8月のブリッツでのライブで布教活動に成功した友達と、現在布教活動中の友達と引き連れて、知り合いの焼肉屋さんでレイフラワーナイトという DVD 鑑賞会をしてきました。やっぱ肉なんですね。肉だね。いい教育されてますね。やっぱ肉だね。布教活動中の友達もレイフラワーいいねって言ってくれたり、たまたまその焼肉屋さんにお客さんとして来ていたサラリーマンの方になんてバンドって聞かれたり、いい感じで DVD が特典となって布教活動を順調です。ただライブ中の MC も入れてほしかったな。あ、それを見たかったらライブに来ればいい。そうです。そういうことですよ。そういうこと。そこまで入れちゃったらさ。本当ですよね。そこまで入れちゃったらライブやるなんかこう価値があった。ね。なるほど。そう。もそのね。なんかぜひライブで。そうですね。でその時に出てしまった MC だから、その時じゃなきゃ面白くないんですよ。その時だから言われますね。それをなんか見返してもらう意味ない。そうなんですよ。確かにそうだね。恥ずかしい時にやってる。恥ずかしいこと言ってたらね。演奏はほら、恥ずかしいとかないじゃないですか。ね。何を言ってるか分かんないもんね、その日のテンションで。恥ずかしいです。いや、分かんない。恥ずかしいこと言ってるかもしれない。なるほど、はい、分かりました、はい、じゃあですね、もう一個いきますか。はい、じゃあ、ダーツの方。おっ、ダーツずいぶんしゃべってる。ダーツ、おぉ、いいの大丈夫よ、終電とか時間ね。終電まで気にかけていただいて。あれ帰れるかな。さあ、えい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 。ありがとうございます。台風来ましたけれども、はい、台風といえば9月ですけれども、いや10月なんですよ、我々の台風は。10月です。ツアー中に台風18号19号って1週間2週連続できたのがあったでしょ。その時に我々ね、ちょうどね福岡公演がね、そう福岡公演とその前もですもんね。その前はでも大丈夫だった。あ、大丈夫。あ、でもその前も影響あったわ。そう、大阪公演。はいはいはい。で大阪公演の時は前日入りね、できたんだけど、当日入りするスタッフとかが足止めくらっちゃったんで、新幹線で。
でリハちょっと、うん、そのスタッフは遅れてる、うん、だけどそのスタッフがいない中でもちょっと我々がね、うん、なんか持ち前の明るさでそう持ち前の明るさね、そう今思い出してる、その時はハッピーバースデーやられたん俺、そうだ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 忘れもしない10月6日で、そうそうやすごい今思い出した、うん、そうそう、でまあそれがあって、うん、一番さらにひどかったのはその19号が、はい、福岡、はい、公演のその前日だっけで、と前日に、うんうん、前日に福岡、はい、福岡に行く予定やった、うんうんうん、行く予定だった、うん、あの違うよ、当日にそうだ、当日にするよ、そうだ、そう飛行機に乗ってみんなメンバーが福岡に入ろうっていうことだったんだけど、うん、その前日にやばいだろう、そう、うん、台風が九州に上陸してて、うんうんはい、うん、でまず福岡空港に福岡は抜けたんだけれども、その当日飛行機に乗るときにその飛行機が果たしてあの関東圏内に入ってるから、うん、飛ぶかどうかわからない、うんうん、で前日にじゃあ行こうかってなって、もう前日は前日で九州にもう台風が上陸してるから、うん、飛行機が止まんない、うん、でどうするかと、まあ、苦肉の策で俺にいるメンバー3355で、いろんな手段でとりあえず福岡行くぜ、うわサバイバルな、で俺と宮古は、俺がたまたまその、前々日にあの違う現場で本番があったから、その、うん、本番終わらせてその足で平井に行って車で、うん、その足でそのまま福岡で車で、うわー、東京から福井行って、うわ、飛べないなら走ればいい、ツガツ運転したね、ツガツ走ったね、すごいな、800キロぐらいありますよね、いや、800キロ、1200キロ1200キロ、うん、800キロだと広島だって18時間ぐらいですか、いやけど、まあ夜の、うん、だ正確に言うと 前日なんだけども、はいはい、実は前々日のその夜の、うん、まあ、12時ぐらいてっぺんだね、てっぺんぐらいに出て、で着いたのが前日のお昼ぐらい、そうだな、早いですね、うん、いや、すっげえもう面白おかしく2人でもうね、すごかった、まあ、でもやっぱそういうね、アクシデントあってのやっぱそうあるんじゃないですかね、その時ね、その日、その前日の夜に5人集まったんですよ、おお、奇跡的に、伊藤さんも、伊藤さんで、これって飛行機がトントンで、はい、で、これって、そう、集まって、で、ゆきくんも来て、はい、ねえ、ゆきくんはなんか別になんか、そう関西で現場を終わらせてレンタカー借りて、こう観光がてら姫路城寄って、なんか最後の中そうやって割となんかあの貴族なこうゆったりコースみたいな、で田沢はコストイックにも行ける時に行かなきゃっつって、なんか独自に確か飛行機で行ったんだけど、新幹線で行くとかそうやったと思います、まあ意外とちゃんとこれで、まあ、ゆきくんはこうね、ゆきちゃんは俺やってシャイブで僕飛行機だったっけ、当日そうそう僕が当日飛行機で、着いて、あの飯食おうっつったら全員集まって、そうね、集まってドラマだ、だから、その、みんなのその口裏合わせてるわけじゃないけど、何としてもこう福岡にちゃんと行くんだってね、もうこの意識ですね、集まった時点で今日ライブ成功だよねって、もう酔っ払った宮古はもう勝ちや勝ちや何と勝負してんだってじゃあね、台風と勝負してない勝ちや、いやけど本当ね、まあまあ、メンバースタッフもそうやったけども今日ね、そこに来るやっぱね、ファンの ね、みんなもね、大変やったんちゃうかな、そうだね、それはってすごい思ったけど、まあ、ライブできてよかったっすわ、ね、いや、ファンの子はすごい嬉しかったと思いますよ、今日ね、初福岡やったしね、そうだね、なんか妙になんかそういうところで、逆境に立ったからこそこうできたっていうところですごいなんかモチベーションもちょっと上がったよね、そう、うん、まあ、他の会場とに比べて特別なっていうところはもちろんないんだけど、どれがすごいとかあれがすごいとかって幽霊つけづらいもんだから、うんうん、にしてもちょっとその台風っていうところでその5人がこう、うん、あの福岡のライブに向かってこう行くぞっていうのがなんか妙な今後の我々のなんか精神的な糧になったんじゃないかな、うんうん、じゃあ何かあったら台風来ればいいんですね、うん、それはちょっと違うな違う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 違
るってのはやっぱバンドならではですよね。そうだね、それはですよね、成功させようっていう、うんうん、いやいい話聞きますね、うん、でも台風が来ればいいとかって話じゃない、いや話じゃない、そういう話ではない、重複して申し訳ないけどまあでもあの今日もちゃんと生放送時間通り来ていただきましたから台風なかったですけど、あごめん俺ちょっと10分ぐらい近くのスーパーでお弁当買った全然大丈夫ですけど、ちゃんと来てちゃんと来てお弁当食える時間もあったから全然大丈夫です、そうそう、なるほど、じゃあもう一個呼んじゃいますか、もう一個、あ、もう一個だけでしょ、もう一個、うん、いっちゃいますか、じゃあもう一個ね、シワスだっけ、あと一つ、そうですね、あと一つ、もうこれシワスいっちゃいましょう、いっちゃいましょう、はい、シワス、シワス、はい、シワスということで、ね、あのまあね、うん、あの番組の冒頭でも僕らちょっと、うん、あの触れましたけど、はい、まあ、12月ですよ、はい、2014年、はい、まあっという間の2014年だったとは思うんですけど、はい、はい、シワスといえば、はい、シワスといえば、はい、はい、レイフラワーがライブやります、やばい、最後の、はい、はい、先ほどもねちらっと言いましたけど、はい、今年は本当ね、あのレイフラワーはじ、たくさんライブができましたし、うん、はい、まあ、全国ツアーも行けましたし、まあ、もちろんまだ行けてないところもありますけども、うん、けど本当北海道から福岡まで行けたっていうこともあってですね、うん、もう本当今年最後の集大成と言えるようなライブを最後にかましたろうかなと思って、はい、EX シアター六本木というところでですね、これ綺麗な会場なんですけども、ね、はい、ありがとうございます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 、時間、時間、あれですかね、チケットの方は発売されてる、そうです、発売します、はい、そうです、12月28日なんですけども、はい、はい、日曜日、うん、ライブやるんで、ぜひね、ぜひね、行くよ、応援してます、お、行っていただきたいなと、行った、EXシャッター楽しみ。ああ行くよ、大阪の中行くよ、うまいね、うまいね、うまいね、行きますねえ、今日ね、なんか師走ね、忙しいとかもしれないですけどね、ちょっとぜひ来ていただきたいなと、はい、なんかまたここから新たなレイフラワーのね、スタートが始まる、はい、スタートが始まるんですか、スタートあ、なんか変な日本語だと思った変な日本語やいや、けどね、実は、まあ、この時にですね、はい、新曲をちょっと初披露しようかなと思って、はい、新曲、はい、それが、まあ、先ほどもねちょっと言いましたけどもね、はい、昨日ユキもギター弾いてたりとか、あの桜田さんとかもね、はい、もうレコーディングしてもらってたりとかして、はいはい、その曲をですね、ちょっとなんとかここでレコーディング、ね、初披露したいなと、初披露ですか、はい、思ってますね、あれは目玉ですね、そうですね、はい、でね、ちょっとね、ぜひその名も、その名も言っちゃいます、言っちゃった方がいいか、うん、そうなんですね、はい、もうタイトル決まってます、はい、シャイニングガーデンっていう、シャイニングガーデン、シャイニングガーデン、はい、っていう曲タイトルなんですけど、はい、実はですね、レイフラハンもですね、ちょっとファンクラブを立ち上げようと思ってまして、それのですね、はい、本当の第1回目の、うん、なんて言うの、先行、はい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 、先行を、この日のライブの時にですね、お、まあ、そういうちょっとものを配ろうか、チラシを配ってですね、やろうかなと思ってるんですけども、ね、そのファンクラブのタイトルも、はい、同じちょっとシャイニングガーデンっていうファンクラブ名がね、はい、そうなんです、ちょっとこの思い入れのある、そうですね、曲に、はいはい、っていうので、ちょっとやっぱりある種のちょっとここがレイフラワーの一つのちょっとターニングポイントというか、だから先ほども言った今年の集大成で、まあ、いろんなツアーだったりいろんなライブでやっぱり僕らも吸収したものがここでちょっと一つ、はい、作品もそうですし、形としても残したいなと思ってるのでね、ちょっとぜひ、ね、来ていただきたい、やばいですね、はい、新曲も聴けるし、ファンクラブの、ね、フライヤーももらえるし、はい、ぜひぜひね、足を運んでいただきたいです、あれですかね、そのファンクラブに入るにはまずそこでフライヤーをもらわないと、あ、まあ、もちろん違う入り方もありますけども、はいはい、それ以降もあるけれども、一番真っ先に入りやすい方法としてはそのユークシアター六本木に来てもらって、そうですね、はい、はい、なので、うん、結構やっぱファンの子ってこう会員番号をね、若い順を狙ってたりしますから、ね、ああ、はい、若いのが欲しかったらこの人は190番狙ってる、そうです、ああじゃあ俺は385番ね、さくらさんは、あ、どうしようかな、395、395、おー近い、近い、中近いですね、そちらのファンクラブ
はい、ぜひともね楽しみにしていただきたいんですけど、ね、まあでも、はい、あのですよ、ファンクラブを作るっていうのは実はあの、はい、二次的なことで、うんうん、今度の EX シアターっていうのは多分これから始まる新しい我々5人のなんかそうだな、ね、やっと第1部が終わったっていう感じだね、うんうん、そうですね、そのね、まあ宮子はよくオカバンドオカバンド、要するにこうバンド結成してからちゃんとライブをやってなかった、うんうん、バンドだバンドだって言ってもいわゆるロックバンドらしいことを一切やってきてないで、うん、っていうところですごい悔しい思いをしてただろうから、宮子的にもそれが2014年できることが、うん、だんだんそのバンドらしいことをやって、うん、でそれの集大成が今度であって、うん、で今までそのバンドらしいこと、要するにファンの子たちに悪いなと思ってる部分もあるんですよ、うん、で我々とファンとの関係性をちゃんと明文化してこれからもよろしくねっていうところにファンクラブがあるのかなと思って、うん、そういう意味でもそのシャイニングガーデンっていうその、うん、ファンクラブ名もそうだし、うん、六本木でやる12月28日の六本木でやる新曲もやっぱシャイニングガーデンということで、うんうん、今までありがとう、そしてこれからもよろしく的なことがこの六本木シアターでできる、ね、うん、やばいですね、なんかね、ありがとうございます。バンドやろ、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 じゃあファンクラブで、なんかこう集まりをやるんで、ぜひとも皆さんも遊びに来てください。ありがとうございます。ファンクラブ入ります？ナバルさん、ナバルさん、今言われたら早い番号ありますよ。じゃあファンクラブの集まりをこう集いをさ、もうさ、牛一頭買いしてさ、みんなでこう焼肉やろ。焼肉それでまた肉でさ、5万円でじゃあもうあれですね、2014年も駆け抜けると。そうですね、2015年もこう頑張っていきたいな、頑張っていきたいと思います。楽しみにしてます。はい、はい、じゃあ告知の方はそれぐらいですね。そうですね、まああとはもう先ほど言っていただいた、はい、あ、こちらですね。それとですね、そうだ、もう一つあるんだ。お、そうだ、うん、危ない危ない、危ない危ない、はい、実はですね、12月20日、はい、土曜日なんですけども、はい、これもう時間も言っちゃってもいいですかね、15時からなんですけども、はい、実はですね、ニコニコ生放送、お、お、はい、レイフラワー決まりました。おー、12月20日、はい、ですね、うん、ときめき美女ナイト、はい、レイフラワースペシャルというですね、うんうんうん、はい、場所がですね、池袋、ニコニコ本社、サテライトスタジオより公開生放送、はい、そうなんですよ。詳細はホームページ見てくださいということで、はい、レフランね、これ公開生放送ってことはファンの方も見に来る。あ、そうです、そうです、はい、すごい、はい、サテライやばいですね、はい、なので、はい、ぜひ起こらないことを願ってます。それってさ、それってさ、心の中で自己理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 思ってるからそれ欲しいみたいな。ちょっと失礼します。詳細の方はホームページの方に、そうですね、お世話にね、はい、見ていただければなと。じゃあね、ぜひともね、チェックしていただきたいなと思います。はい、じゃあですね、そろそろお別れの時間と、最後に、はい、視聴者の方にお一言ずついただければと思うんですけれども、はい、こちらのカメラがございますので、はい、じゃあどういうことから行かれますか。はい、じゃあ僕から、はい、はい、いこうです。はい、ですね、とりあえずイークシアターですね。イークシアター、肉を触らないでください。肉を触らないでください。新しい290 290 肉を触らない。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 肉を食ってやる。もうね、肉パワーで頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ、坂田さん行きますか。はい、頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。はい、最後、はい、じゃあ、みんな肉食えよ。肉まんどくない一緒に本当に六本木待ってます。ぜひ遊びください。おいしいです。というわけで本日のスペシャルゲストはレイフラワーの皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
ね、じゃあ大志くん明日待ってるよ。明日頑張りましょう。頑張りましょう。ごめんなさい、まんじゅう丸はなかったことにして忘れかけてた。男塾だ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや、楽しかったですね。なんかいろんな名言が生まれましたね。なんかあの肉の印象しか残ってない。ね、あんなに肉食だったんですね。ね、僕でもね、一番面白かったのはね、さくらさんのね、うん、あの天むすについてる茶色いあれっていうのが一番面白かった。正式名称が正式名称が出てこないけど。でも天むすだけじゃないよね、あれね。うんうん、あれ自体、なんかあれ、なんかお漬物みたいなやつ。クッキーみたいなやつ。茶色いクッキーみたいな。今度食べようね。うん、うん、ですね。いやでもすごいなんか楽しかったですね。魅力があるやんね、うん、メンバーさん、うん、エネルギーがね。そうですね、うん、まあ、あの今回ね、あの参加できなかった、ね、うん、田澤さんとゆきさん、ゆきさんなんかね、ギターが、あ、そう、僕ね、あの、うん、仲良くさせていただいて、ゆきくんにあのアコースティックギターを、うん、なんかね、チューブプリアンプ入りのアコースティックギターをお借りしたりとか。あ、そうなんですか。ギタープレイもね、僕もすっごい尊敬してて、うん、もう流れ星が流れるような流れ星が流れるようなギターっていうイメージなんだよね。キラ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 、うん、そんな感じ。え、じゃあダイさんのギターは何なんですか。そんな感じや。うん、な感じだね。ゆくのギターに比べたらまだもうなんかもうカローラみたいなね。カローラか。カローラバカにすんじゃん。カローラはええやん。もうデビューどうだったの。大先輩だった。いや、大先輩で、でも、うん、やっぱ緊張してたんですよ。お、やっぱ緊張するじゃないですか。うん、すごいマシンガントークでしたね。マシンガントークで、はい、そうだよ、お前先輩だね。先輩は、はい、しゃべりも行くんだよ。やっぱしゃべりもすごいですね。僕もちょっと頑張ります。いいじゃん、今日マンジュマルって呼ぶ。そうですね、よろしくお願いします。マンジュマルでございます。そっちが絶対売れる。だって忍者マンジャパンのマンジュマルって言ったらそれっぽいもんね。なんかそうですね、うん、忍者マンジャパンのデューイですっていう。忍者マンジャパンのマンジュマルですって言ったらなんか和の要素が、和の要素が。そうそうそう、今日からマンジュマルで。マンジュマル、ありがたいじゃん。だってあれだよ、なんか、まんじまるですって、いや、君変な名前だね。いや、さくらさんにつけてもらったんだって言ったら、あれはお前、似てるって言うだけだよ。似てるって言うふくらみたいな。変な風に膨らましてる。似てますか、こう見て。髪型とかでこう似てるよ。そうなんですか。あとで教えてあげるよ。はい、教えてください。うん、いいね、まんじまる。まんじまる、いいじゃん、いいじゃん。いやもうね、まあ本当魅力ね満載のレイフラワーさんでしたけれども、はいはい、はい、まあね、僕らもね頑張りましょうね。いやもちろんですよ、うん、とりあえずルーレット直そうって今できてた。今まで直そうね。ルーレットびっくりしたもんね。びっくりしましたよ。なんだろう、まあでもこれも美味しいということで、はい、ね、美味しいですね、うん、はい、まあそんな忍者マンジャパンですけれども、はい、ライブの方がですね、決まってきておりますね。はい、ちょっと告知お兄さんの方行っちゃいますか。お、国長お兄さんどうぞ。はい、ね、あのお知らせできるんですが、先ほどからお話がちょろちょろ出ておりました。はい、まあ、順番に行くとですね、うん、今年12月31日、うんうん、高田馬場クラブフェイズの方で、クラブフェイズね、はい、大晦日のね、うん、ライブアラモードというね、ライブアラモードさせていただきますね。ちゃんと点止めたんだ。律儀の音がモードモードね、はい、ちゃんとあるんですけど、はい、こちらね、ゲストさん素晴らしいですね。ダッコも出るし、ムーも出るし、あ、そう、リーダーさんとか、はい、僕のまた違うね、そうですね、活動のも出たりとか、あと、タイマンさんがね、豪華だよね。そうですね、まあ、ガウゴイルさんですね。そうですね、大先輩ですね、こちらもね、はい、本当恐縮ですけれども、ね、楽しみですね。僕カウントダウンと初めてなんで、そうだろ、どういう雰囲気か。あ、そっか、そう、うん、でさ、分かった、じゃあ竜にだけ1時間、あ、マンジバンです。失礼しました、マンジさん今日だけね。もうめんどくせえよ。はい、12月31日そして1月1日ね、これ年をまたいでですね、うん、カウントダウンライブやらせていただきますので、はい、ぜひともですね、こちらね、チャカのままいただきたいなと思います。クラブフェイズね、クラブフェイズ、はい、うん、はい、そしてですよ、ね、そのカウントダウンが終わりまして2015年になります。はい、はい、で、そうなりますとですね、1月11日に、まあ、先ほどもちらっと言いましたファンクラブ会員限定リラバースデーイベント開催決定。イエーイ。新春スペシャルファンクラブドリーマーズプレゼンツということで、はい、どうですか、祝われる気持ちは。なあ、形出ないね。なあ、
あ、でももうずっともうあれだね、レイフラワーさんみたいな、なんかこうあれでドキドキしないといけないよね。いや、なんかその話を今日聞いてしまったから、うんうん、本来ここ俺いなかったら、うん、また素直にね、そうね、そうだよね、素直になれるんだけれども聞いてしまったよ、いつもはもうなんかこっちもちょっと構えちゃう、構えちゃうよみたいな。いや、でもさ、何もしないっていうのも面白いよ、やっぱ。いや、でもそれもめっちゃかわいそうだよ、かわいそうってかわいそうって思われるのが一番辛いよ。まあ、1月11日ね。1月11日ですね。はい、リアさんの誕生日ですからね。はい。で、こちらですね、場所は、新宿のね、ジアークというね、はい、また素敵なバーをお借りして、はい、やらせていただきます。でですね、はい、こちらもね、1階、2階、一部、2部ですね。うん、で、みんなでケーキを食べようっていうようなね、面白いね。みんなでケーキを食べようなんかもね、考えておりますので。これ、1階、2階は、両方同じ内容をやるという趣旨でね、そうですね、はい、うん、考えております。考えております。はい、詳しくはですね、忍者マンジャパンのね、オフィシャルファンクラブドリーマーズの方にね、アップされますので、チェックしてください。はい、はい、そして、そして、そしてそしてこちらはですね、ぜひともね、チェックしてほしいんですけれども、僕たちですね、忍者マンジャパン、来年2015年ですね、3月27日になりますかね、ワンマンライブ決定しました。イエーイ。でタイトルを言っちゃいな。はい、ワンマンライブのタイトルは Oh No!留意いたしまして。はーい、ね、決まってます。何ですかちょっと。いやいやいや、なんかいろいろハマってたなと思って。お、ちょっとみんなこれ感心しましたよ。ちょっとやってみます。何事故ない。おー、ノー、留意いたしまして。一旦 CM でーす。いやいやいや、変な時になってるよ。あのですね、はい、あのまあ、忍者マンジャパンね、先ほども言っていましたけど、はい、お芝居があるんですよ。アクションがあって、で、まあ、ロックもやってるんですけれども、あの、そのね、お芝居、いつもですね、僕らね、ワンマンライブで演奏するっていうだけではなくて、お芝居要素がね、盛りだくさんでね、あ、まあ、30分、1時間ぐらいですかね、お芝居やらせてもらってるんです。うん、で、はい、毎回そのワンマンライブにですね、主役を立てておりまして、はい、こちらはこのね、あの、まあ、改名しましたけれども、本日ね。そうですね。王のデューいたしまして。そうですね。でね、あの、この子本名が王のなんですよ。あ、オーノ、そうです、オーノなんですけど、それも入れてるんですよ、ぶち込んでるんですよ。説明すんなよ。ちょっと、すんなよ。いいの、まあ、オーノくんだろ。オーノくん。オーノまじまるだろ。そう、オーノ。名前がもう分からない。分かんなくなるから。まあね、いつもその主役の名前がタイトルに入ってるので、まあ、これまでメンバーね、うん、そう、名前入ってきて、うん、ようやくデューの出番が来たと。そうです。主役ですよ。そうなんだ。いやでも先輩いっぱいやってるのを見てますから、うん、まあ一応なんですか、レベルアップはしてると思うんですよ、最初の頃よりは、うんうん、あ、自分的にね、自分的には、うんうん、いやでも主役ってだけでやっぱ、うん、なんですか、覚える量も多いじゃないですか、セリフも多いし、ね、いや、そんなことないよ、もしかしたら、ね、一言で終わりこれ逆にみたいな、誕生日系な感じで、そうそうそう、オーノーだよ。それを言えば落ちるみたいな。そうそうそう。もしかしたら上手から下手ただ歩くだけの役とか。うわー、やだ、ヨボヨボのお兄ちゃん、やだ、え、出させて。やだ、出ていこうからね。いや、もう出していきたい、ね、全部ね、もう出していきたいと思います。僕ね、間に合ったら新曲間に合わせたいなと思ってます。おわ、楽しみじゃないですか。どうやるならね、デューいたしましてって言ってくれる。はい。あ、違う、デューいたしましてって曲でしょ、うん、僕は。あ、ほら、なるほど、レイフラワーさんにね、こう、うん、なぞってさ、それで「デューいたしました」で曲も明らかにギャグ系じゃん。いいじゃん、ネタ曲じゃん。じゃあ、まんじゅうまんじゅう。あ、お前ギャグだろ。俺ギャグです。お前がギャグだ。ギャグ、これ見られてる方は分かんないんですけど、はい、これあのタイトルが「オーノー」が英語で「うん、デューいたしました」はもうひらがななんですね。ドひらがななんですよ。そうね、偏差値低そうだよね、これね。偏差値の話言うな。何なんそのお返ししまうの、はい、まあ、こちらですね、3月27日オーノデューいたしまして、高田馬場クラブフェイズでですね、はい、こちらのですねチケットの方がですね、もう間もなく、はい、ファンクラブ先行ということで、12月19日からですね、うん、ではないです、これ12月20日です。20日になってます。すごいね。すごくはないけど、これはあの先ほど確認しました。あ、そうですね、はい、だから詳しいちゃんとした詳細はホームページの方にアップされるんで、そちらの方をね、はい、随時チェックしていただきたいなと。僕の喋りなんかよりね、ホームページ見てもらったからね、間違いないから。まあそれは確かだ ね、ホームページは噛まない。そう、自信を持って言うな、それは確かだ、それは確かだ。ホームページは噛まない。
まあ、そんな忍者マンジャパンですけども、はい、まあね、はい、まあこの月刊忍者マンジャパン、まあ今回8回目ですけれども、はい、まあね、2014年、まあ、今回で、うん、2014年は最後ということでね、はい、うん、そうですね、いろいろやってきましたね、いろんなゲストさん出てもらいましたよ、うん、そうですね、もう8回もやるとね、いろんな方とも、うん、一番最初はだってこの3人でやったじゃん、まあ、あのそうだね、なんていうんですか、プレーオープンの次、第1回目は、まあ、そうなんだね、うん、そうね、まあ、今思えば結構たどたどしかったよね、今の喋るのたどたどしその言い方がたどたどしたどたど、いや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 、サッカーだ、ちょっとずつはレベルアップしてるのかな、してるのかな、うん、でもなんか面白い企画もやっていきたいですよね、これで、あ、今後ね、そうです、うん、うんうんうん、なんか、うん、みんなで頑張ってみちゃったちょっとそれいただいてね、はい、ちょっと目が悪い目が悪い、12月14日までに入会すれば先行に、お、なるほど、これはあれですかね、ワンマンのチケットかな、ワンマンのチケットですね、先ほどのね、はい、12月20日にですね、発売されるですね、王のデューいたしましてのチケットですね、こちらファンクラブ先行の方、はい、12月14日まで入会していただければ先行に間に合う、お、お、間に合わせてくれ、はい、はい、よろしくお願いします、うん、もうこれあれだよ、あのデューが、あの主役って言っちゃってるから、これでお客さん来なかったらもういや、そういうこと言わないでくださいひどいやろ、お前ひどいっすよ、自分の出番の主役の主役終わったよ、ちょっとそれ、けどそれ大事よ、これチームワーク大事じゃないですか、こういうの、まあ、チームワーク、まあ、それとこれは別だよお願いします、みんな来てくださいそうだよ、あの来てくんないと、ちょっと待って、ちょっと待って、なんかね、面白い企画やってるんでしょ、なんか言いなよ、おい、企画考えてる、うん、ちゅうかほら、痩せるワンマンまでに、あ、そうです、ワンマンまでにマイナス10キロです、お、言うね、で、デュイエットっていうのでデュイエット、ダイエット、デュイエット、お前言いたいだけだ、デュイエットっていうので、まあ、1日1回ちゃんとこう更新していこうかなみたいな、今日はどういうのやったかみたいな、え、何キロを切ってないといけないの、いや、それだって言って、当日体重計かなんか乗るの、いや、乗ります、うん、乗る、ここで決めちゃいましょうか、マイナス10キロって言われてもよう分からへんわけ、分かんないじゃん、今スタートがゴールがさ、ツイートにし、ツイートはしてあるんですけど、うん、それちゃんと発表した方が、あの先生堂々としてる、そうそうそう、あ、なるほど、おうおうおう、なるほど、うん、今の、5日前から始めたんですけど、はい、今日5日目5日前から始めたんですけど、うんうん、最初が 73.8 73.8 で、今が 72.3 じゃあその3月までに10キロで、僕の目標は60ぴったりにしたいんですよ、だから13キロぐらいいきたいんですよ、おお、がん、結構辛いんじゃないの、だから4回じゃない、入った時は、あの時何キロだったの、66ぐらいです、じゃああれよりも細いってこと、いや、もうサッカーで僕やってたんで、サッカー僕やってたんで、ちょっと、ほんとずぶといんですよ、あ、ずぶといって言い方、全てがずぶといんですよ、あのね、逆に、あんまり痩せすぎるっていうのも俺ちょっと心配なわけ、そうね、ドラマってやって大事じゃん、体とっても、みんな大事だけど、だからそれでね、無理にしすぎて壊しちゃってのもちょっと心配だったりするんだよね、うん、なるほど、うん、じゃあ10キロ63.8 でいいんじゃないの、10キロっつうのも結構な、結構だと思うよ、いや、やったりますよ、先輩方、いや俺、やったりますよいや、いいけど、ちゃんと他の部分も、あの、10キロマイナスになったけど、パワーアップしてないとダメなわけ、パワーアップし、今動きが遅くなってるとかさ声がもうカスカスなってるとかさいや、大丈夫です、ちゃんと食べて痩せるようにちゃんとやってます、オッケー、で、成功した時にはこれ、デュイエットボンっての出したいですね、おー、いいね、面白いね、デュイエットボン、デュイエットって、じゃあワンマンで体重を測るので、そうです、 63.8 だそうです、じゃあ測りましょう、もう測ります、はい、測ります、そで、これね、今見てくれてる方が証人ですから、うん、そうですね、面白いじゃん、やばいよ、まあ、これ嘘つく、面白いよ、じゃあやります、で、罰ゲームも本当あった方がいいですよね、本当にもう、いや、僕に言うよ、あ、じゃあそれはまた、あ、そのうちなんかファンの皆さんからそういうさ、うん、罰ゲームとか募ったりしても面白いかもしれないね、そうですね、いや、でもね、うん、ファンの方ね、優しいからね、そうか、リュウに優しすぎる。なんですかあ、だからさっきからちょっとあたりきついんだ。きついこれは。ダメダメダメ。嫉妬してるわ。まあでもおいおいね、じゃあバズユーの考えてアナウンスしましょう。ね、リュウはそのワンマンに向けてそういうことをやってるんだ。ワンマンに向けて僕は今頑張ってますから。うん、はい、はい、応援よろしくお願いします。そんなことも含めてワンマンライブ、ね、応援のリュウ楽しみにしていて。はい、思います。はい。3月27日ですね。はい、はい。12月14日まで入会いただければ先行に間に合うということですので、ぜひともね、
入ってください。はい。はい。あれ、じゃあですね。なんか声が聞こえた。出るの、これ。はい。はい。じゃあですね、忍者マンジャパン、月刊忍者マンジャパン、そろそろですね、お別れの時間が近づいてるんですけれども、はい、来年もですね、ガンガンね、突っ走っていきますよということで、1月9日ですね、次回の月刊忍者マンジャパン、はい、こちらもですね、また素敵なゲストさんお呼びする予定ですので、はい、ぜひともね、楽しみにしていただきたいなと思います。はい。はい、そして、このラジオではですね、皆様の投稿をどしどし、受け付けております。お便り投稿フォームからお願いします。特に新しいリスナーさん、ご遠慮なく、ということで、え、あとは、はい、はい、ペットショップに行く前にですね、捨てられた犬や猫の里親になることをご相談ください。はい、ハピラジでは、勝手にペットの里親になることを推奨してます。はい、この番組はローソンチケットとRRJの提供でお届けしましたということで、2014年もうすぐね終わってしまいますけれども、今年もねお世話になりました。はい、皆さんね、良いお年を。まあ でも僕らはまだね、あのカウントダウンを用意してあるんで、そちらね入ることを願いつつですね、まあ、ね、はい、年末いろいろありますからね、ありますから、ね、はい、体壊さずに、うん、はい、はい、メリークリスマスと何ですか、何ゆく年来る年をね、あ、そうね、はい、元気な姿で迎えようと、迎えましょう、迎えましょう、はい、ね、そんな感じでね、頑張りましょう、はい、はい、というわけで、はい、そんな感じで2014年ありがとうございました、忍者ジャパンでした。バイバーイ、さよなら。